こんばんは、平井弘明です。今回はですね、ボディターンについて動画を撮っていきたいと思います。その前の動画でボディターンやるなって言ってたのに、ボディターンやるの俺、うん、そんなこと言ってた言ってた言ってた。ちょっとじゃあ、見てみようよ。それこそ70代連発したいんだったら体で打つのは必要ない、うん、全然いらない、手先でいい。ね、言ってたでしょ。言ってたいや、でもね、ちゃんとした理由がある。あるの。いや、これだからね、ワンナップはね、信用ならないから。そうなんです。最近ね、本当にトール君が疑いの目が厳しい。本当にドキドキしちゃうんですよ。 でもちゃんとした理由があって、うん、単純にボディターンをやってくださいっていう動画ではない。ではないんだね。そう、この動画を最後まで見ていただくと、うん、なるほどねという言葉が絶対に自然と出てしまう動画になってます。うん。なんでちょっとできればですね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。まずボディーターンって、僕はそこまではやらないんですけど、じゃあなんでそのボディーターンを動画としてやろうとしたかというと、やっぱり世の中のざわつきですよね。ボディーターンでざわついてる感じ。まず一つ目として大事なポイントを挙げさせていただきますと、クラブを持たないでいただいてボディーターンだけやってみてくださいって言って、そのボディーターンができる方が何人いるかっていう話がまずポイント。クラブを振ってボディーターンしたらいろいろごまかせちゃうんですよ。ボディーターンに限らず、全部全て、例えば体重移動だったり左手リードだったり腰を切るとか、いろいろあるじゃない。それがクラブ持たないでその動きだけやってって言った時に、何人完璧にできるのってこと。だってそれができなかったら、要は知らないのと一緒じゃない。あ、そうだね。そうでしょ。だから成功しようがないの、クラブ持っちゃったり打とうとしたら。だってそれより難しいんだから。動きだけで正解を知ってるかどうか。そう、それ知らないのにできないじゃんって俺は言いたいから、ちゃんとしたボディーターンを今日は取っていきたいなと思った。結構自己満じゃない？そんなことない。でも今のはまさにそうでしょ。いや、そうだね。ね、うん、クラブなしでその動きできなかったら、そう、持ってもできないな、当たり前だけど。でしょ。でも多分ね、少ないと思うよ、それだけできる人が。なんでかって言ったら、俺やらないから、俺知らないからね。まあ知らないってことはないけど、うん、でも詳しくそれについて、それだけを勉強したわけじゃないから、自然と今やってるのが、そのスイングに対してボディーターンが入ってるかどうかっていうことがポイントだから、うん、確かにそのクラブ持たないでこうやってる人いない、いないでしょ、うん、そう。だからクラブをちょっと置かせてもらいまして、失礼しますね。下に失礼します。これで例えばこうやって、格好はどうでもいいけど、ボディーターンって単純にこうやってバックスイングを取ってここに入ります。その時に右膝が割れなかったり、要はここの回転数とここの回転数の差がやっぱ大きい方がいいんだよね。それが面点差だから。だからなるべく下を自分から動かさないで、正面向いたまま肩をどれだけ回転できるかなのよ。こういうふうに、そうで、ここでめちゃくちゃ苦しいんだけど、それの入れ替え、例えば今これ多分70度か80度ぐらい回ってると思うんだけど、それを反対側も同じぐらい、こういうふうに、でその時にちゃんと股関節バックスイングフォロースルーでここに入れ替えながら、肩の回転をこうやって加えてあげて、こういう回転ね。でそれに対して今度初めてクラブを持って、クラブの同調をこうやって入れられますかってことなの。こうやってひねってる人いないわ。いないでしょ、はい、いないでしょ、みんなさこうやってやるでしょ。あ、そうってね、そう、癖で出ちゃうから。そうだから、その結局クラブと体が同調して初めてボディーターンが成立するから、だから体だけできなきゃダメだし、クラブを持った時にもその動きが変わってはいけないことが大事なんだよね。それがね、できてないと結局ボディーターンが成功したっていう判断にならないっていうのは、今この話はボディーターンの話をしてます。でも俺が本当言いたいのは、ボディーターンがしていいよって許可が出るまでの話をしたいわけよ。どういうことかというと、うん、じゃああなたボディーターン次やってくださいって言うまでができてない人が多い。それは今ドライバー持ってるからドライバーで打つけど、うん、下を本当に使わない、ゼロ、うん、ゼロの状態でクラブをピンと腕とクラブを伸ばして肩回転
要は肘を曲げないで肩回転のこの動きあるでしょ、この動きで多少リストを使ってこれが入れられなかったらボディーターン入れても振り遅れるだけになるわけよ。要はここで振り遅れてんだったらボディーターン入れたらもっと振り遅れるから。そうだね。そう、ここで間に合った人が初めてそこから抜けられてボディーターンへ進めるの。そこで間に合った人がようやくボディーターンへの挑戦権を、うん、得られる。そうです、今初めて打席来ましたっつってよーしっつっていきなりボディーターンやったら右帯だから。まずクラブを戻せる確認をこうやってするので、今戻せてまっすぐ行きましたって言ったら初めて、じゃあ俺はやらないけど、じゃあボディーターンをやって、あのあれと同じ球を打とうとするわけ。それが挑戦権、挑戦権が得られる、得られる。だから基本がボディーターンの人は右行く悩みがあって俺は不思議じゃない。だから右に悩んでる悩みをもう他人には言わないでくださいっていう感じ。基本じゃないから。そうだね、うん、手打ちがじゃあできてるっていう基礎の上にボディーターンが成り立つってこと。そう、いきなりボディーターンからではないってこと。ないないです。そこそこ今のベタ足なり手打ち感覚のショットがボールを捕まえられるようになったら、次のステップのそのボディーターンに移るって言ったじゃない、うん、そのボディーターンに移ってうまくいかなくなっちゃう場合もあるわけ。もちろんさっきの下を使わない時には打ててたのに、うん、ボディーターン入れた瞬間にもう当たんなくなっちゃったっていう人はもちろんいる。その時の裏技知りたいでしょ、うん、それは構えてアドレスから左脇ちょっと締める、左脇ちょっと締めて、したら左腕の自由がほぼなくなるわけ。その自由がなくなっていいんで、左脇若干締めて左グリップを多少強くしますって言ったら、この左グリップのこの向きを変えないイメージで右手でスピード、右手で上げて右手で下ろす作業をその今までうまくいかなかったボディーターンに入れてあげる。こうやって、そしたらボールっていうのは曲がらない、うん、ってことは、うん、ボディーターンはするけど右手なんだね。え、ゴルフは右手よ。そうそうそう、そういうことだ。そうそうそう、あのね、左手リードの感覚はあるかもしれないけど、左手をしっかりさせて脇締めてグリップしっかりするじゃない、うん、だから左手リードって勘違いする場合もあるけど、左手を固定する意識が強いから、ね、そうそうそう、強いから動かしてるのは右手ってことだね。そうです、アクセルブレーキは右ですよ。どっちの手も使ってるってことで、両手リードってことですか。両手リードです、両手そうそう、両手リードです。ボディーターンって要はこういう感じだから、そうだから、それをこうやってグリップするじゃない、だからこうやって両手の同じ感覚で両手でこうやってこうボーンって押す感じだから今の感じが出てくるの、両手リードっていう感じ。そう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 、両手リードって言ったことある人いないんじゃないの。いないね。いないいない、もう間違いなく今日この動画を初めて見た方はこいつふざけてるっていうの。そう、でも平井のショットは 10-0 とは言わず9対1で右だけどね。そう、バチンって右でコッて打つから、だからその左脇なり右手リードなりっていうのは前の動画で詳しく言ってるじゃない、だからそちらを見ていただいた方がより分かりやすいと思うんだけど、そう、今のボディーターンに対しては両手で使ってターゲットにこうやってちょっとこうお供えするような感じにボールを運んであげる感じ、だから飛距離を思いっきり出すっていう理論ではないんだよね。ボディーターンって要はコントロールだから、いい意味でメリハリをなくして大きい動きでこうポーンってこうやって打ってあげるっていうその動きだから、ボールをバチーンっていう感じじゃない。だからボディーターンっていうのは権利書っていうのをもらわなきゃいけないのよ、ちゃんとね。そうで、あなたはボディーターンするこう権利がいただけましたって言って初めてボディーターンができるわけだから、だからこのテストがあるわけよ、このテスト、このテストに合格しないと次のステップに行けないっていう、それぐらいこうすぐやっては危険がたっぷりですよっていう理論、ボディーターンっていうのはね。それが伝えたかった。もちろんそのボディーターンに対していろんな動画とか今配信されてるじゃない、だからその見方の注意だよね。あ、そういうことね。そう、どういうふうにその動画を見て真似したらいいかっていうのをちゃんと理解しないともう右のオンパレードになるから、それだけはちょっと気をつけていただいて取り組んでいただいた方がいいと思いますね。で、今回はですね、ボディーターンについて必ず権利書を獲得してくださいという動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。